自分だけ置いてきぼりっていうか変わってないっていうか。引きこもり歴35年の恵子と63歳無職の兄、2人の面倒を見るのは91歳の父。なんでこんな世の中になったんかな。その一家を支える父が亡くなった。なんかあんまりピンと聞いてない。生活は父任せだった。恵子は保険証の場所もわからない。恵子さん、見つかったのは父が書いた遺書だった。どうかお許しください。何も言えないように保険証探そう。保険証社会から置いてけぼりになっていた父と娘。家賃2万4000円の市営住宅、月18万円の父の年金だけが頼り。行政からの経済的支援は受けなかった。手伝ってほしいところだが、恵子が一日中することはスマホ。人も社会も怖くなったのは18歳の頃だった。パートへ行ったんだけど、やっぱり喋んないし簡単なことしかできなかったから、2年ぐらいかな、辞めさせられちゃった。そこから引きこもり35年。自分だけなんか何もしてなくて変わってないから、そういう葛藤はあったよ。父は16年前認知症の妻に先立たれ、それからずっと一人で家族を支えている。怒らなかったのか。怒らなかったですね。半分諦めたかも。今でも働いてもらいたいと思いますよ。長男も怪我で仕事を辞めた後引きこもりに。面倒を見るのはもちろん91歳の父。1ヶ月パチンコに4万、タバコに2万、金を使われ。金のこと考えないでゆっくりできれば、それだけです。5年前死のうと失踪した。歯を腹に当てる、迷う。それでも死ねなかった。もう世の中に許してもらえない。しょうがない、子供を作っちゃったいうことですね。あ、来た、待ってた。会いに来たのは名古屋で暮らす次男の利光。気になるのはやっぱりあの兄のこと。あいつのトークもパチンコで使っちゃう。ただあんまり締め付けてもいかんからね。だからお父さんも一人で抱える必要ないもんね。もうね、利光が顔を出すたび家族の表情はほころんでいた。恵子も少しずつ外へ出ている。これだ、ここだ、母の墓参り。この家族にも少し動きが。そんな中、霊による脳腫瘍だったんだって。亡くなっちゃった。父は突然いなくなってしまった。長男は葬儀に出なかった。お父さんにかける言葉ってありますか。あるに決まってます。働けんでごめんなさいって。恵子53歳、引きこもっていたこの家を離れる。平気でね。パチンコをやめられない長男は置いてかれる。兄の近くだと妹の生活保護費まで兄に使われてしまう可能性があるということが一番ですね。妹をこの家に置いておくわけにはいかない。次男の利光さんは自分が住む名古屋へ連れ出した。6畳一間、初めての一人暮らし。慣れた名古屋。あんまり慣れてない。自立まで様々な助けが必要だ。生活保護などを申請し、1ヶ月13万円ほどで生活する。相手サービス使いながらうまく一緒に関わらせていただきますので、いいですか。じゃあよろしくお願いしますね。よろしくお願いしますね。社会から置いてけぼりだった35年。父は怒らず
子供の生活を支えた。モルモットよ。あ、恵子さんの。もう子さえいかんぞ。ないね、なかなか取る場所。そんな父はもういない。ヘルパーの助けを借りながらの都会暮らし。初めて友達ができた。大丈夫大丈夫。うん、これ肉が入ると思っちゃった。来るあ、ごめんなさい、肉好きだからさ。来てる。彼女も過去心を閉ざしていた。次男としみつさんが立ち上げた引きこもりや不登校で悩む人の会のメンバー。私も期間は短いけど、家から出れなかった時が1年半ぐらいあったから。掃除していい？いいけど。いいけど大変だよ。自分の関わりが少しでも助けになったら、やってねではなく一緒にやろうが恵子にとってありがたい。人とのつながりで少しずつ。よかったね。うん、いろんなのつながって、うん、よかった。分かったのごちそうみたいだね。うん、前から比べるね。うん、一人暮らしを始めて2ヶ月。恵子は54歳になった。また疎外感を抱き始めていた。なんかまた朝が来るのかと思うと辛い時ある。それは未だにある。夜の方がなんか気楽。そう、うん、昼間の方が寂しい。外の世界が怖い。みんな抜け出したかった。置いてけぼりの65歳の長男。部屋はきれいに片付いていた。もう掃除も全部終わった。早く兄さんとこ行きたいだけ。もう帰って帰って。90歳の60歳の子を支える9060家族。私にしたら奇跡だよ。今の生活しとる時点でびっくりしとる。目の前の9060家族、置いてけぼりにできるのか。